飛び乗ってください。一般の名前なんだっけ。いぶき、そいつだ、いぶき。右膝、膝、右膝、膝、はい、お二人、はい、ふーちゃん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 、こいつらにトーク教えといてね、ちょっと。みんな僕のこと好きなんじゃないかなと思って。ホスト対決の結果を発表したいと思います。よろしくお願いします。あまりトーク苦手なので、もしよかったら教えていただけたら嬉しいです。お願いします。お願いします。後藤さんって方に勝ちたいので、皆さん力貸してください。僕とジョリーで裏テーマみたいな感じで、本当にやっつけたいんで、お願いします。裏切ってください、ナンバーワンを。みんな微妙そうな顔してるんですけど。よろしくお願いします。お願いします。新しく来てくれた人、初めて関わる人にちょっと応援してもらおうかなと思って、自分のできること精一杯頑張ります。あいつ何者なん？なんかナンバーワンなんか知らんすけど、俺らゲストで、来る言うてんのに、そのゲストに対してあんな態度するんやったら、ホストナンバーワンの前にまず人間力磨けって、もしこれで今日は勝敗で仮に負けたとしても勝ったとしても、男を鍛えるために一回拳ってどんだけ重いもんなのか、汗かくってどんだけしんどいことなのかっていうことを、ちょっと男としてのその本能を奮い立たせてあげようかなって思ってますね。負けないです。今日は本店なんで、場所が本店の皆さんも呼ぶと思うし、ジョリスさん、テレさんもたくさん呼ぶと思うんで、今日こそはヘルプに徹して、なんかみんながスムーズに動けるように感動になります。今日は頑張りましょう、みんなで。今日は本店ということで、テルさんをサポートして頑張って勝たせたいと思ってます。テルさんをベロベロにさせて優勝させます。頑張ります。笑いましょう。今笑ってない人で全然。笑ってない、笑いでない。笑ってない人です。笑う練習やってきました。もう笑顔が一番大事なんです。そうですね。昨日と今日で認められるか受け入れてもらえるか、はい、境目なんですよ。面白いことできるの？あ、面白いこと、はい。ちょっとやってみて。膝、右膝、膝。右膝膝交互に見て、はい、交互に見て、はい、右膝膝交互に見て合格。ありがとうございます。会長はやっぱすごいわ。僕が滑るのをやっぱ拾ってくれる、それがホストなんよ。いただいて、はい、もっと、はい、もっと、はい、もっと、はい、いただいて、はい、はい、なんかここのナンバーワンのなんちゃらってイカみたいなやつおったじゃないですか。あいつぶっ潰しに今日は来てるんで、任しといてください。見取ってください。イカの名前なんだっけ。イブキ、そいつだ、イブキ。はい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 。ここにすごいかっこいいなと思ってたんで、お会いできて光栄です。ただ僕は新宿本店側の人間なんで、今日戦ってる後藤さんには今日ボコボコにされてください。よっしゃいやー、このマイクで言うことじゃないですけど、煽っていいですか。おい、ジョリー、全然俺の方が盛り上がってますからいやー、なんかみんな僕のこと好きなんじゃないかなと思って。みんななんか、なんなんですかね、感触は僕しかわからないんでね。はい、僕アホなやつみたいじゃないですか。でもなんか今日も今日ですごい雰囲気が違う、楽しみがあるんで、はい、まだまだどんな夜になるのか、どういう結末が待ってるのか楽しみです。テレビでは出たかった。やめましょう。じゃあその話今しようかなと思って。あ、なるほど。 YouTube 上みんな気になってるやろ。
2人ね、シーズグループさんで、ね、今ホスト対決でやってくれて、僕も参加したかったんですけど、2人頑張ってくれたから、もうこのグループ盛り上げたいって気持ちもあるし、俺なりの気持ちです。ありがとうございます。本当に今後、ゴルドギーめちゃめちゃ変わって、もっと有名になって、世界に有名たい、日本じゃなくて世界で有名、よいしょー。ここにいる素敵な姫たち、俺たちのこと知らないと思うけど、みんな、もしよかったら新水グループとアンボチャンネル、俺はこれからもずっと歩んでいくから、応援よろしく。ホスト来るなら新水ペイペイでいけるっすか。ペイペイ無理っすか。やばっ、マジで。やばっ、マジで。オールゴールはそうですね。ラストオンとか俺も歌いたい。楽しそう。やった、イエス、イエス、はい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 。昨日のね、クラシックも本当は楽しかったんです。車掌さんめちゃくちゃ男なんですよ。マジで男なんですよ。いや、ここの本店も最高なんですけど、マジでクラシックも最高。テレ君とちょっと言いたいことかぶるかもしらんけど、それぐらいほんまに熱い気持ちでクラシックを俺はカメラの前で宣伝したい。ありがとうございました。よいしょー。2人がね、元気かどうか心配で来ちゃいました。今日はお客さんとして来ました。ありがとうございます。今日は本店でね、どんだけ楽しんでるのかと見に来ましたとか、おとといのことより覚えてます。ありがとうございます。どうだよって。どうだよ。今現在のね、瞬間発表させていただきます。よっ、イエーイ。2人とも105ポイントです。同点です。マジで。現在昨日のクラシックさんでやったトータルで言えば、ジョリーが190ポイント、テル君が170ポイント。2人にちょっと力を貸してください。お願いします。ありがとうございます。なんと姫からテルお礼者いただきました。よいしょー。マレーシアゲーズがしてくれた歌いのせはダメ、イバミーちゃん。おかしいです。リンゴとはおかしいでしょ。強烈でやって乗り換えはやめてや。よいしょ。敵やけど、バトルチャンピオンノーサイドっていう、これが本当の世界なんだなっていう、素敵な世界を学ばせていただきました。まあ、ありがとうございました。ちょっと、こいつらにトーク教えてくれて、ちょっと。オッケーオッケー。マイク最悪やで、ね、おっさん。ウェーイしか言ってないから。まあ、全然負ける気ないんで、語ってこいやって気持ちでやってるんで、最後まで頑張ってください。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。よし、頑張ってください。本でテレビに勝ったんじゃないか。いや、マジ僅差だったんですよ。ホストっていうのは、せめてなんぼやなと思いました。よいしょー。お前ら苦手やろ。ホスト対決の結果を発表したいと思います。テレさんのポイントゴールの発表です。195ポイントです。ジョリーさん230ポイントです。勝者、ジョリーさんでーす。
取締役 VS ジョニーさんの結果発表です。ジョニーさん230ポイント、いぶき取締役900ポイントで、いぶき取締役の勝ちです。それではジョニーさん、ラストソングの方をお願いいたします。全力に全力を尽くして俺200ポイントっす。すごい。見てホスト、たった1日で、いや違う、姫と王子が1日で積み上げたと思うか。みんな一緒に新生グループ最高。ありがとうございました。申し訳ないです、盛り上がってるところ。いや絶対今のはいいんだよ。申し訳ないです、おかけになります。いやでもこれ本当にマジでペイペイいけるっすか。ペイペイはやってない。QR コード売りかけもやってる。ありがとうございます。ちゃんと持ってきました。いや嘘、嘘だ思ってたのに。え、1000円札やるの。え、そう。え、やばマジで。ありがとうございます。絶対お前なの。ありがとうございます。いや、こちらこそです、本当に。何してる。